はい、おはようございます。本日は予約してた商品が届いたんで紹介します。トミックスのコンテナもっと濃い青かと思ったけど割といいかもしれないですね。とりあえず2つ押さえときました。2300円です1個。そしてこのでかい箱、何買ったんだよこの男みたいな。コキ102、103、新塗装、よくわかんないけど何色なんでしょうね。何色だかわからないで買ってます。箱がでかいからちょっとね、あれこれ大量にコキをしまっとく箱にいいんじゃねこれちょっと思ったんですけど、大量にしまえるよこの発泡スチロール取っちゃえば。新塗装って濃いブルーになったのか。ん？何が違うんだ？あ、手すりがねえや。ちょっとオミットしてるんですね。これちなみに4両で8600円になります。なるほどね。これが103か。で、間に102が入るって感じだね。こういう感じで。台車は一緒か。ん？ちょっと違うな、台車のデザインが。まあ、一緒か。そんな作り分けしてたら、金がかかってしょうがないね。なんかもっと違うのかと思ったけど。あ、短え、ちょっと、手すりの分。これさ、作り分けんの大変だんべ、メーカーも。ねえ、この分ちょびっと足すだけでさ、金型が変わっちゃうんだで。あ、そういうことね。これは実車だと4両固定編成らしいんですよ。あのブレーキの電磁バルブとかああいうのを103の方に集中させちゃってみたいなこと書いてありましたね。オミットして総括制御、あ、エアタンクが2個ついてるよ。その代わり細けーってことはこれ、あ、もともと2個か。あれ2個ついてたっけ。あー、でこれは手すりがついてるという。ブレーキレバーは、まあいいや、全部出しますか。とりあえず見分けが分かりやすいかも。色もこの前買った106用とまた色が微妙に違くていいかもしんない。これあんまりさ、きらびやかな水色とかだとさ、浮いちゃう浮いちゃうんすよね。あの実写機みんなすんげえ汚れてるから。4両止めえれえ長くなるんですよこれが。この机に置ききんねんじゃねえの。もうこんなっすよ、もうな、1メーターぐらいになっちゃうんすかね、これでこんなになっちゃいます。いいね、これ空で引っ張ってんのもかっこいいっすよね。あれ、あ、わざと連結器の向き変えてあんのか。これ組み間違え、そんなことしねえやな。あれ、あ、これ連結器逆さまについてるんですけど、これほらしょうがねえな、逆組みして俺もたまにやるけど、新品でこれはないっすよね。まあ付け替えてあげるか、しょうがないかおばちゃんパートのおばちゃん間違えてるし。なるほどね、いいんじゃないですかね。でもこの連結器が逆なぐらいで、4両固定編成なんで実車だともしかしてボルト止めしてる可能性もありますよね。だって外して走れないからブレーキ系統が多分。
なんで自分もこれは固定にしようと思います。せっかくなんで、これの、この爪で苦労してる人いません？これ別動画でも出そうかな。別動画で出すんで一回カットしようかな。爪だけの動画を出したいから。一回ちょっとここで切って、つなげますわ。で、ほら、爪つけるだけの短い動画を作ります。一回切ります。はい、おはようございます。今日はこのコキ102と103が届いたんで爪の付け方、結構爪付けるのに苦労してる人いるんじゃないかなと思って、ちょっと紹介しようと思います。これね、加藤につけられるんだけど、加藤だと当たっちゃうんですよね、微妙に。つけるコンテナによって爪が違うんですけど、これ俺最初も入んなくてさ、硬くて、ちょっとアップにします。これ、なんかピントが違うところに合わせようとしよう。こう、爪がさ、こう斜めになってるんですよね。こういう感じで、多分まっすぐ入れようとしても入んないんですよ。で、俺最初知らなくてこの輪っかを広げたりいろいろしてたんですけど、これはこっちの方から横からとか言って入んなかったりしてね。新品はちょっと渋いかもしれないです。横からクイッて入れる感じ、そうすると手でも簡単に入っちゃうんですよ。こう持って、はい、いやいや、持ち方を教えた方がいいかもしれないですね。こう持って親指の爪でここを押さえるんじゃないですか。で、細い方が下になるようにして、この穴にこう合わせるんじゃないですか。キュッ、あれ、遠近感がカメラ越しだとわかんねえ。キュッって感じ。で、外すときは、外側に、倒すようにすると外れます。こっちもこっちに外に倒すようにキュッてやると外れます。で、刺すときは知ってるやつなのって、そういう人は別にいいんですよ。知らない人のために出してるんで。で、逆に内側にはこう突っ張るようになってるんで、外側には突っ張らないという。まあコンテナパコッとはまって、せっかくなんでコンテナもはめてみますか。あれ、この爪このコンテナ用じゃないかもしれない。何を積むか決めてからつけないとね、めんどくさくなるんですよね。まあ何でもつくな、このタイプは。このタイプで一括しちゃった方がいいかもしんねえな。あのね、こういうタイプもあるんですよ。こういうちょっとオミットしたタイプと、こういうちょっとリアルなこの留め具がついてるタイプ。このタイプだとこの短い12フィートしかつかないんですよ。確か20フィートとか30フィートのつけようと思うとね、当たっちゃうから、その度につけ直すのめんどくさいじゃないですか。おまけに台車の色違ったりするとさ。ただ自分は全部これつけちゃおうかな。ということです。以上。ということで、3分割の動画になっちゃいました。で、コンテナ。じゃあせっかくだから、3つ載せますか。別に出せばいいか。まあ、それもめんどくせえんだよな。もう何が何だか自分でも分かんなくなってきちゃって、なんだよこいつやったら動画上げんな、うぜえなみたいな感じになっちゃうかもしれないし。あ、やばいやばいやばい。
もうすでにそうなってるかも。もう素人感むき出しみたいなね。お、ダメだこ、あのね、肉眼で見てやんないとは。ほら、カメラ、スマホの画面見ながらやってるとね、ダメですね。なんでさっきのやり方でやれば、あれ？こんなに簡単に捨てられると。工具も使わずに。これはよく考えてますよね、トミックスも。さすがおもちゃメーカーって感じだけど。これは感心するし、あとこの5機は安いと思う。だってこれいくらだっけな、4台で8600円じゃないですか。1台に換算したら2200円とか、まあ2000円ぐらいで買えてしまうという。逆にあ、まあ簡単っちゃ簡単なのか。これだって1枚ものだし、金型からポコって取ったらそれでランナー1個ですからね。あと台車と車輪、車輪で800円ぐらいするんだろう。だから上物で1200円、あとショートパーツで300円とか、そんな感じかな。あと連結器か。そんな感じでやってるけど、結構これは良心的な値段だとは思ってます。全部空で走らせてみたいな。あ、せっかくなんで機関車も出しましょうか。あ、ちょっと待ってください。腰痛て。なんでこのピント合わねえの、このクソカメラ。最新型のくせに。どこにピント合わせてんだよってね。動かしねえのに。こんな感じになります。ということで、後で走らせてみようかな。あとは102、103の違いはないよな。真ん中に入るのが手すりがないという。ちょっとこの2両が珍しい車両になって、このセットじゃないと手に入らないと思います。多分個別販売はしてないはずです。一気に4台増えるんでお得です。8600円だしそこまで高くないという。だから初めて始める人は機関車を安いメーカーのを買って1台で、これを8000円で4両で走らせるのが一番ちょっと最初は満足感があると思います。コンテナはもうなしで、とりあえず後から買うっていう。一番ちょっと迫力があるかもしれないです。はい、コンテナ乗せた。これがまたね、全部同じだとちょっとね、雰囲気出ないんですよね。ごちゃ混ぜにガチャガチャに積むみたいな。実写を見てちょっと参考にしながら、またコンテナの組み合わせをやってみようと思います。じゃあちょっと後で走行動画出します。以上。